B-29 スーパーフォートレスの単一垂直尾翼垂直尾翼、またはフィンは飛行機をはじめとする航空機の尾翼の一種で垂直についている部分。潜水船、高速自動車、ホバークラフト等にも設けられることがある。旅客機の垂直尾翼小さな尾翼で十分なモーメントを発生できるように、普通は重心から離れた位置に取り付けられる。 いわゆる風見安定によって、航空機が、両方向への安定性を保つ働きをする。胴体上部に取り付けられる一般的な垂直尾翼の、場合、ロール方向の正安定を強める効果もある。垂直尾翼は、単純に発生する揚力で効果を押し量ることが、できないため、その指標として、垂直尾翼溶石という値が使用される。 機体の中心線上に1枚備わるものが基本だが、機体規模から必要となった面積と比較して、全体の空力や強度構造の最適化から求められたり、格納庫の扉や天井高さなどの制約によって、左右に並べて2枚備える場合、3枚備える場合もある。その他の部位の空力との兼ね合い、または、ステルス性確保のため、垂直尾翼が、 真上向けの文字通りの垂直ではなく、2枚構成でかつ外側か、内側へ向けて傾斜して装備される機体もある。従来の尾翼エアバス A380 の従来の尾翼垂直尾翼は正確に垂直に取り付けられ、スタビライザーは尾翼に直接取り付けられている。これは最も一般的な垂直尾翼の構成。 T 字尾翼、アブロ RJ-85 の T 字尾翼 T 尾翼は、垂直尾翼の上部に水平尾翼が取り付けられる。これは、ボンバルディア CRJ、フォッカー70、ボーイング727、ビッカース VC10、ダグラス DC-9 などのリアエンジン航空機、およびほとんどの高性能グライダーでよく見られる。 十字尾翼十字型の尾翼は十字架のように配置されており、水平尾翼が中央付近で垂直尾翼と交差する、最も一般的な構成。ツインテール F-15 イーグルの2枚、垂直尾翼ツインテール航空機には、2つの垂直尾翼が取り付けられ、これらは垂直に配置され、水平尾翼の端と交差、または取り付けられています。 ビーチクラフトモデル18と、アメリカの F-14 トムキャット、F-15 イーグル、F-A-18 ホーネットなどの多くの最新の軍用機は、この構成を使用している。F-A-18 ホーネット、F-22 ラプター及び、F、F-35 ライトニング2には、水平操縦翼面としての権限がある点まで、外側に傾斜した、テールフィンがある。 両方の航空機は離陸時にラダーを内側に変更させてピッチングモーメントを増加させるように設計されているトリプルテールロッキードコンステレーションの3枚垂直尾翼ツインテールのバリエーションで3つの垂直尾翼がありますこの構成の例はロッキードコンステレーションですコンステレーションではメンテナンス格納庫に収まるように前高を十分に 低く保ちながら飛行機に最大の垂直尾翼領域を与えるために行われました。クワッドテール E-2 ホークアイの4枚、垂直尾翼4つの垂直尾翼を備えたツインテールの別のバリエーション。最も顕著な例は、米国海軍が使用するノースロップグラマン E-2 ホークアイ &C 航空機。V 字尾翼 V 尾翼には明確な垂直尾翼。 または水平尾翼がない。同時に方向打と昇降打を兼ねることとなり、ラダーベーターとして知られている。操縦翼面に統合される。配置は文字 V のように見え、蝶の尾としても知られている。ボナンザモデル35は、この構成を使用する。F-117 ナイトホーク。 ノースロップイフ -23 よびリチャードシュレーダーの HP シリーズの自家製グライダーの多くも同様である。ウィングレット・ウィングレットはバートルータンのカナードプッシャー式であるベリーズとロング・イージーで二重の役割を果たし、ウィングチップデバイスと垂直尾翼の両方として機能した。これらおよび他の同様の航空機のいくつかの他の派生物はこの設計要素を使用する。 固定の垂直安定版と、公園にある稼働の方向打で構成される。垂直安定版は、しばしばフィンの意味と呼ばれることもある。キューバ空軍のミッグ -21 ビスラザー、トルコ空軍のボーイング 737A& シーダカム改革で起動を行う、ジェット戦闘機や風の影響を受けやすい巨大レドームを持つ、早期警戒完成機などでは、 通常の垂直安定板だけでは、横方向の安定性が不足することがある。この対策として、既存の垂直安定板を増積するよりも、機体下部に下向けて、第2の垂直安定板を追加した方が小型の安定板で、大きな安定効果を得ることができる場合がある。この機体下部に備えられた小型の垂直安定板を、ベントラルフィンと呼ぶ。 ベントラルフィンの装着方法としては、F-105 サンダーチーフやミッグ -21 フィッシュベッド、0線のように、機体中心線に1枚の場合もあれば、F-8 クルセーダーやボーイング737、エアンドーシー、F-16 のように、機体下部左右に振り分けて2枚の場合もある。ベントラルフィンが装着される、機体後部下側は、 離着陸時に地面と接近する箇所なため、あまり上下方向に大型化することは難しい。MIG-23、MIG-27 や XF8U-3 のように、離着陸時に左右方向へ折りたためる機構を組み込んでいる機体もある。事例は少数だが、胴体から離れた主翼の中ほどやナセルに、ベントラルフィンが装着されている機体もある。 方向打のないベル二百十二垂直尾翼に方向打を持つ回転翼機かマイナス二十五訪問ヘリコプターなどの回転翼機ではテールローターを持つ機種がほとんどであるため垂直安定板のみの垂直尾翼となっていることが多く方向打を持つ機体は少ないまたテールローターによって常に機種方向を維持していることと固定翼機に比べて巡航速度が低いことから 垂直尾翼による風見効果はさほど期待されておらず、固定尾翼機に比べて小型である。いわゆる無尾尾翼機は水平尾翼を排した航空機のことであるが、さらに垂直尾翼を排した例もある。垂直尾翼を排した航空機は、スポイラーによって、養成業を行う。ありがとうございます。